サイダーのように甘く弾ける恋が始まる。サイダーの、こうしてれば人に話しかけられないで済むし、見られたくない、可愛くないんだもん。好きなんだ俳句。うまく言葉にできるみたいな。まっすぐにほら飛んでゆけ。かわいいと思う、チェリーくんの声。心の扉を開く。誰が見てるんだか。僕は好き。引っ越し来月だぞ。物語のクライマックス、彼のまっすぐで爆発的なメッセージがひと夏の思い出に記憶される。急げー、聞いたー。サイダーのように言葉が湧き上がる。